こんにちは。ミュージカルドリーミングホワイトメイズ、ニート戦略の樋口優太です。公演に向けてなんですけれども、今回完全オリジナルストーリーということで、舞台でしか見れないものとなっておりまして、原作では語られなかった、千里と高臣の、関係をより深く深く、皆様にお届けできるのではないかなと思っております。ということでですね、皆様、12月に、冬に、皆様お待ちしておりますので、マセキがね、なので皆さんぜひ見に来てください。こんにちは。ミュージカルドリーミングホワイトメイズ、獅子丸高臣役の永井亮輝です。ということで、今回シリーズ4作目となる、今回はですね、僕と優太くんでダブル主演をやらせていただきます。正直すっごい緊張してます。シリーズ初となる完全オリジナルストーリーですから、期待と緊張と、どんな世界になるのかっていう、期待と、僕らで引っ張っていかなきゃいけない、こうプレッシャー、前作は、出演できなかったんですけれども、劇場で見させていただいて、そうですね、ここまで走ってきてくれた座長たちの思いを、ちゃんと組んで4作目走り切るつもりで、やらせていただきますので、ぜひ皆様楽しみに期待して待っていてくださったらなと思っております。今回、いや本当に緊張してるんですよ、正直。でも、獅子丸の格好をして言うのは尺ですが、優太くんが相方なんで、何度かなるだろうと思っています。僕ら二人でやれることを全力で尽くします。皆様期待して待っててください。ということでですね、ミュージカルドリーミングホワイトメイズはですね、2024年12月に東京飛行船シアターにて上演いたします。チケットはただいま好評発売中。詳しくは公式サイトでチェックしてくださいね。ということで、皆様劇場の方でお待ちしております。皆様劇場でお待ちしております。獅子丸高臣役永井亮輝でした。バイバーイ。